回は、エネルギーに関する話をしたいと思います。産業界ではいろんな形のエネルギーが利用されており、機械工学においては特にいろんな形の機械がそのエネルギーを利用している。で、それらを目にすることもあると思いますが、今回は再生可能エネルギーと最近注目されているものの一つである流体のエネルギーについて説明をして、そのエネルギーをどのように利用しているかという話をしたいと思います。具体的には、水車はなぜ回るというタイトルで、そのエネルギーの利用の仕方について説明したいと思います。それでは今日の内容なんですけども、まず最初に、水車の種類に関しての説明をします。次にですね、高校物理の復習になるんですけども、仕事とエネルギーに関する話をします。で、その次に今日の水車が回るための説明に必要な流体のエネルギー式についての説明をします。で、それらを踏まえて、水車はなぜ回ると、このタイトルの内容を説明をします。最後に、少し特殊な動画があるので見せようかと思います。エネルギーの変換についての話です。それではまず最初に、水車の種類に関しての話です。水車の種類はですね、大きく分けると、ここに書いてある衝動型という水車で、もう一つが反動型という水車、大きくこの2種類に分かれます。衝動型というのは、右にまあ小さな説明が書いてますけども、水のジェットを水車にぶつけてその勢いで回すと。で、代表的なものが、まあ、ここで赤で書いてますけども、ペルトン水車という水車です。で、一方、反動型という水車は、水の流れを、圧力という形に変換して利用するという水車で、右の真ん中に書いてますけども、フランシス水車というものが最も有名なもので、国内の大型のダムで使われている水力発電は多くがこのタイプの水車を使っています。で、左下に、グラフがあるんですけども、これは、水車の選定図ということを書いてあって、どの条件の時にどのような水車を使うべきかということをマップにしたものです。これ横軸、軸はですね、流量ですね、水が流れてくる量で、縦軸が落差、つまりエネルギーのこう持っている高さの差を示しています。で、このグラフは、実はあまり見慣れないかもしれないんですけども、縦横が対数グラフになってて、この一つの数字において値がですね、1ずつ増えるんじゃなくて10倍10倍10倍ということで、大きくなっていくというグラフです。で、このマップから何が読み取れるかというと、例えばある流量、ここでいくと、1秒間に1トンという水が流れてくる条件があって、その時に高さの差、落差っていうものが、例えば100メートルの高さから水が落ちてくる、この場合には選定できる水車はこの中のどれであるか、そういうことを示したマップです。で、先ほど話した衝動型の水車、実はこれは、流量があまり多くなくて落差、つまり高さの差が大きいときに使われる水車で、ここペルトンって書いてますけども、まあ、グラフの左上の方にあるようなグラフ、そういう水車です。で、一方フランシス水車というのは、この真ん中に赤く書いている大きなラインなんですけども、まあ、かなりその流量、適用できる流量範囲も高さの範囲も大きいということで、多くのダムで使われているという、そういう水車です。で、水車の種類はこのように、実際の水車を運用したい条件によって複数の水車を選ぶことになるんですけども、ではそれを、どのようにじゃあ水車が回るのかという内容を説明するために、少し、高校物理の復習になりますが、その説明をしたいと思います。内容は何かというと、仕事とエネルギーに関する話です。で、仕事とエネルギーは、実は単位はどちらもジュールですね、同じです。ジュールっていうのは、ニュートンメートルですね。で、2つの例を少し書きます。1つが、力を加えて物体を動かした、この時の仕事は、ここに式を書いてますけども、力かけるその距離、今この仕事をした人、ここに書いてますけども、まあ、この人が仕事をした後にいなくなったとしたらですね、まあ、この状態でその動かしたものは止まったままです。で、もう1つ例を出します。で、これは、重力加速度に逆らって、質量 M の物体を、まあ、高さ H まで持ち上げたですね、低いところから高いところに物を持ち上げたという例なんですけど、まあ、絵で描くとこのような形
でこの時の、仕事成した仕事というのは、これも習ったと思うんですけども、MGH という公式で表されます。でこの場合、この仕事をした人がいなくなったその瞬間を考えると、まあ、見ていただくと分かるんですけども、この物体は地面に落ちてきます。つまりその仕事をした1エネルギー分だけ逆にそこから仕事をすることができる。で、このことを踏まえて、エネルギーの概念を説明すると、まあ、左下に書いてるんですけども、エネルギーというのは、仕事をすることができる能力というふうに言い換えることができると思います。で、これでは分かりにくいと思うので実例ですね、一つの例を挙げます。質量 mkg の、物体が持つエネルギー、これは先ほどの、運動エネルギーと、位置エネルギーの2つの和です。で、今左下に書いているように、ボールを地面からある高さまで投げ上げようとそういうことを考えた場合に、スタート地点この瞬間にはですね、初速ラージ V で、ボールを投げ上げます。この時右にちょっと棒グラフみたいなのを書いてるんですけども、運動エネルギーのみを持っていて位置エネルギーは0です。で、これ投げ上げた直後を考えますと、まあ、このようになるんですけども、ある高さ H まで高さは上がりました。でこの時に速度は遅くなっているので、このちっちゃなグラフで書いているように運動エネルギー青い部分が減って、その部分が位置エネルギー緑の部分に変換されていると。でさらに一番高いところまで最高到達点まで達した瞬間には、速度の運動エネルギーはもうもはやゼロとなっています。で同時に高さは最大値、まあ、ラージ H で書いてますけど最大値ですね。ということで、運動エネルギーと位置エネルギーが、まあ、相互にエネルギー変換をすると。でこれこの後の瞬間を考えると分かると思うんですけども、今度はボールは落ちてきますね。で落ちてきた時には今度は位置エネルギーが速度エネルギーに変換されると。でまあ、実際にはですね、試してみたら分かるんですけども、投げ上げた速度と、落ちてくる速度は落ちてくる速度の方が遅いんですね。で現実的には、空気の摩擦ということでエネルギーが減ってしまうので、全く同じ速度では返ってきません。でこれがまあ復習になるんですけども、まあ、今言ったことをまあ文章で書くと右下に書いている通り、運動エネルギーここに書いているものですねと位置エネルギーは相互に変換できると、要するにエネルギーの変換ができるという話です。でここからが今日 の本題になるんですけども、では、流体のエネルギーというのは、まあ、どのように表されるかという話なんですけども、ベルヌーの式というまあ、有名な式があります。でこれを説明するために先ほどの、運動エネルギーと位置エネルギーでこれらをですねちょっと式を変えます、書き方を。で、何をするかというと mg 質量と重量加速度これで割ります。で割るとどうなるかというと、まあ下の式のようになるんですけども、まあ、速度の2乗を、まあ、2g 重量加速度の g を含めて割ったものプラス h ですね。で、h というのは高さなので、これの単位はメートルです。で、まあ、工学の世界では分かると思うんですけども、同じ物理量でなければ足すことはできない。例えば長さと時間は足せないですね。で今回は、右側にある位置エネルギーがメートル、つまり高さの次元を持っているので当然この運動エネルギーの部分も高さと同じ単位はメートルとなります。でこれをまあちょっと実際の流体の場合に合わせて書き換えてみると、まあ、右の図のようになります。これは、ある管路ですね、管の中を流れている流体を示すことになるんですけども、まあ、ある断面1左側の方ですねとある断面2の2箇所で考えます。その時にそれぞれの場所において、まあ、図に書いている通りなんですけども、ある位置エネルギー、位置高さですね、 Z1 で右側は Z2 ということで高さが異なる。で同じように速度、流れの速度も V1、V2 と異なります。でさらに絵を見て分かると思うんですけども、それぞれの断面積も A1、A2 と異なります。でここの図中にあともう一つ書いている記号がありますね。これは P、圧力ですね。実際にエネルギーとして圧力の部分を習ったことは多分ないと思うんですけども、ちょっとイメージしていただければ、ある物体を掴んだときに、圧力を加えます。グイッとで加えたときに圧力がバランスを取ってたら何もしないんですけども、どちらかの圧力が強いで弱いとなったときにはその物体を動かすことになると。で物体を動かすということは仕事をしたということなので、ちょっと考え方を変えてみると、実はここに下に書いている通り、圧力差というのが仕事をすることができます。で先ほどのエネルギーの概念を示したときに、エネルギーっていうのは仕事をする能力を持っていることだと言いましたね。
ということで、圧力の差がもしあれば、それは仕事をすることができる、つまりエネルギーとしてカウントしても良いだろうという形で、実際にはこのような式、これがベルヌーイの式という式なんですけども、となります。でここの一番左端 P は圧力なんですけども、それを、まあ、密度という物理量ρと重量加速度 G で割って、単位をメートルに合わせてやるという形です。ではこの式だけで説明しても分かりにくいと思いますので、まあ、実際の先ほどと同じように例を示します。左下に書いている通りなんですけども、これは、容器の中に、気体、空気とあと水があって、その中に圧力がかかった状態で、例としてはペットボトルロケットと言われるものがこれですね。で先ほどと同じような形なんですけども、今度は容器の中にある圧力が作用していると。で圧力が高い状態なので、先ほどと同じようにこうゲージで書いてみると、圧力エネルギーのみを持っている状態で、これで、まあ、線を開けてロケットが発射するとどうなるかというと、このように、圧力は減る、赤いゲージが減ってますね。圧力は減ることによって、そのエネルギーが、噴射するジェット、要するに運動エネルギーに変わり、でさらにそれが高さを持ち上げる位置エネルギーにも同時に変わると。でさらに、これが高さを上がってくると、同じようにですね、圧力のエネルギーを使い果たし、で変換されたその運動エネルギーもなくなり、位置エネルギーのみになるということが分かります。で先ほどのボールの場合と一つだけ違うのは、まあ、不可逆的という言い方をするんですけども、ここから落ちてくるですね、この後の時間を考えると、ただ落ちてくるだけで圧力はもう元には戻らない、まあ、ここは少し違うんですけども、これらを踏まえて、右下に書いている通り、流体の持つエネルギーというのは、圧力で速度、高さですね、位置エネルギーのそれぞれを持つことができて、それらを相互に変換できるということが分かると思います。で、この知識を踏まえてですね、じゃあ水車はなぜ回るかという今日のタイトルの内容になるんですけども、まずすごくシンプルな水車、上掛け水車という水車があるんですけども、これを例にとります。ある高さのところから水が流れて落ちてきて、水車に当たってぐるぐる回ると、でそういう水車なんですけども、まあ、右に写真がある通り、実際に実用化として使われている、昔から使われている水車の一つです。でこれは、実は主にですね、ここに書いてあると位置エネルギーを利用すると、高いところから、まあ、水の流れは遅くてもいいんですけども、そのエネルギーがある高さを落ちることによって運動エネルギーを大きくし、でそれが水車に当たって、その当たった力と、まあ、重さに相当するものでぐるぐる回ると、でこういう水車です。で主に位置エネルギーを使う、運動エネルギーの一部ですねを使いながら、で、もう一つ 下に例を出します。今度は下掛けといって、ほぼ同じ形の水車なんですけども、今度は高さが高いところない、川とかですね、そういう状態を想定しているものなんですけども、まあ、流体が流れてくると、で水車のところで、まあ、水を汲み上げるなどの仕事をして、で下流側に流れていくと。でこの時は、実は運動エネルギーを利用していると。なぜかというと、高さの差はありません。で周りは大気圧、つまり圧力のエネルギーもない、でこの状態で回っている水車です。上流側、水車の上流側で持っているエネルギーの一部を水車がエネルギーとして利用して、下流側に行くとエネルギーが減ることになります。で、まあ、右下にある写真のように、これは三連水車なんですけども、まあ、実際実物見たら分かると思うんですが、上流側の方がエネルギーが大きくて、水車を抜けるごとにエネルギーが小さくなるので、実はこの水車は右に行くほど、下流に行くほど一回りずつ小さな水車が設置されていると思います。で、ここでちょっと注目してもらいたい部分がありまして、この式の真ん中ですね、運動エネルギーっていうのは、実は分子にある項、速度の二乗に比例すると。ということは、この運動エネルギーを利用するためには、速度をどんどん速くしてやればいいでしょうというふうに考えつきますね。で実際それを実用化として使っているものが、一番最初に説明をした、衝動型水車のペルトン水車です。で、これは先ほどの流れが川とかではなくて、高圧ホースからのジェットのようなものにして、水車にぶつけます。で、ぶつけて、こう実はバケットっていうんですけども、 U ターンさせるように方向向きを変えてます。でこれは実は運動量というまた別の話で、このような形にする意味はちゃんとあるものなんですけども、この形を取ると速いジェットをぶつけて運動エネルギーをさらによく利用する。で、まあ下に書いている通りなんですけども、運動エネルギーっていうのは、その流速、速度の二乗に比例する大きな力を生み出す。で、右の写真はですね、日本で一番有名なダムと言われている黒ヨンダムっていうダムに実際に使われている水車
仕様を書いてますけども、直径が 3.3m、 重さ12トンで、この大きさの水車に6箇所からのジェットをぶつけて高速で回ると、そういう水車です。で最後に一つエネルギー変化に関する動画をちょっと見せたいと思います。でこれはですね、ダリウスっていう水車なんですけども、水車を流れ中に置いてます。で絵で見てわかるかもしれませんけども、少し傾斜しているので、左側の方が位置エネルギーが高い、右側がちっちゃい。で流れは左から右に流れてくるので、この水車の上流側、左側が運動エネルギーも大きい、右側が小さい。さらに周りはこう大気圧なので、圧力は全く作用していません。じゃあこの水車がどのようになるか、直感的には絵の通りですね、水のエネルギーが大きい方から低い方に行くので回るんですけども、ちょっと流れ方を変えます。でそうするとですね、これ一旦止まって、その後に流れに逆らって回るんですね。で問題は、なんで逆らって回れるのかという話ですね。先ほどの話のある通り、上流側の方が運動エネルギーも位置エネルギーも大きい、下流側の方が小さい、で流れに逆らって回る。これは実はもう少し違った話になるんですけども、実はこの水車、断面がですね、翼の形をしています。これ絵描いてる通り、で流れの勢いを利用すると、この翼の上側と下側、上下で圧力の差を生じる。つまりエネルギーは上流の方が大きいんですけども、この小さな部分で圧力のエネルギーに変換されて、それが水車を流れに逆らって回せるということですね。でこのようなエネルギーの変換というのは、流体に関わらず機械工学の世界でも産業界にも、いろんなケースがあります。で今回の場合は、水車の中の例として、エネルギーの大小に逆転して回るようなことも、うまく使えば起こりうると。で、今日の内容のまとめです。まず一つ、水車というのは最近注目されている再生可能エネルギーの一つである、水力エネルギーを利用する機械ですと。で、先ほど説明した通りなんですけども、流体が持つエネルギーというのは、圧力の形で、運動エネルギー、速度の形で、高さの形で、これらの形を取ることができます。で、これらを、これは工学の世界の話なんですけども、それらのエネルギーを、適切に変換することで、有効に利用することができるということで、今日の講義のまとめなんですけども、内容としては以上です。